はい、ねえ、かきむち取りました。もう足ガクガクです。もう倒れるぐらい疲れましたけど、全部取りましたね。100何個ぐらい、200個も取らないだろうか。これでさわし、さわしっていうか干し柿作りますね。我が家は干し柿天国。はい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 。それで今日はこれね、豆を、豆ゴムゴムは後で作りますんでね、出しといて、ひじきもやっつけたからね。もうほら、これがあれです。昨日の天ぷらね、残ってますね。これはちょっとなんだか残ってますね。あ、枝豆残ってますね。これ夜中買いに行っちゃいましたね。パヤパー。はい、今日はね、これを食うの。これ昨日これ茹でたんだけど、もうズワイガニ茹でたんだけど、身が少なくてあんまうまくなかったんで、ズワイガニをこう煮てね、煮て食っちゃえっていうね、企画ですね。それでなんか天ぷら欲しいねっていうことで、ね、これ半額、半額、ワカサギ半額、ワカサギ、ワカサギ半額。これね、この魚がありますから、これでも焼きます。ただ焼くっつっても、最近の我が家なんていうか、僕のなんていうの、僕のハッピーは何かというと、これね、ぬか床につけて、あ、これミミガだ。あ、これなんか食わなきゃ。どうしようか。あ、そうだ、これもあげなきゃ。今思い出しましたね。これ、木綿豆腐。木綿豆腐あげて、木綿豆腐をあげて、夜は煮付け作りますんでね。木綿豆腐をあげて煮付け、ゴーゴー。これが、これがあれだ。ぬか漬けですね。うん、ぬかついてますね。これを、ちょっとまず一匹にして焼きましょうか。一匹にして焼きましょうか。あ、これ、しじみ来たぞ、しじみ。あ、鮭も来ましたね、鮭もね。鮭、これはハラミ、ハラスの方だね。まだハラスを揚げ物にしたらちょっと油っぽくて、ちょっと、NG が出ましたね。NG!NG! NG!NGC。 はい、じゃあちょっとまずこれをね、見ましょう。ぬか漬け、ぬか床、毎日食べよう。ね、これね、毎日食べればいいんですよ。もう開けると酸っぱい香りがします。それで、あ、今こう手がつってます、指つってます。よいしょ。はい、じゃあここ見てみましょう。昨日ぬか床をね、ずいぶん足しました。ぬか床足したからちょっとまだだね。これもあったから、これも今思い出しましたよ。これもこれ、これね、もつです。もつに、もつをぬか漬けしてます、今ね。うん、もつもね、多分いろんな意味で発酵を始めるから、これ面白いはずですね、もつね。もつだよ。牛の腸だな。豚の腸、豚もつだね、これね。これもこうやって置いて、ちょっと焼いてみようか、今ね。それはいい考えだ。そんなに匂いきつくないね。今、魚焼きますから、それと一緒にね。このぐらいを、このぐらいを串打って焼きましょう。魚焼き器でね。はい、これね、これ野菜の素を混ざらないようにね。それはちょっと問題だろう。野菜の素と混ざったら、野菜の素と混ざったら、そりゃ大変だ、これは大変だ。最初のやつときはちょっとね、なんだかんだ言ってもさ、いろんな細菌がここにいるから、その細菌が常にこう入り込んでいくからね。これ見てわかる通り、や、たくあん型です、うちのぬか漬けはね。乾いたぬかをこうどんどん入れてってやって、中に切った野菜が入ってきますからね。そうすると中からこう上がってきます、いろんなものがね。これはレタス、レタス、セロリだね。レタスは入れない、そこの方がもうほら
三幕酵母が上がってきてますよね。あ、これはうまそうだね。ごぼうですね。もうちょいだな。人参。これは面白い。これ、あれです。かぼちゃ。まだだね。かぼちゃもね、強いかぼ。こっち側にね、これです。うん、これ、これは大根だね。このぬか床の中にはさ、結局あの地球の人口の何倍ものそのマイクロバイオームが生きてるわけでしょ。ほら柿おい柿なんか入れていいんかよ。もっと驚くものがあります。リンゴが、リンゴ入れたの出てこねえな。リンゴが消えた。リンゴ殺人事件という歌がありましたが、ほらリンゴね、まだ全然硬いね。これこのまましといてどうなるか見ましょう。昔あの知り合いの韓国って言っても北朝鮮の方だね、あれね、北朝鮮の方があの水キムチを作ってくれて、これあれです、これあのとろろ芋です。食べてみましょう。これはまだだね。触った感じはまだ、これ大根だね。大根はね、ドツドツと切って入れればね、水が出るから。これも、これもあれだね。うん、これ、ドツドツと切って。この辺はアスパラガスだね。アスパラガスがね、結構うまくてびっくり。これごぼうだな。きゅうりはもうねえんだな。また安かったらきゅうり買ってくればいいや。これはカブだね。今日のカブだ。で、ぬか床でね、何が僕が言いたいかというと、お塩。で、もっと大事なことはね、毎日食べることね。毎日食べてると、必ずぬか床はひっくり返さなきゃいけないから、それで、美味しさが担保されますね。だからあの、なんていうの、ぬか床っていうのを特別な調理器具のように扱わないで、僕らの母親たちの世代っていうのは、キュウリでもあったかな、あったぜ、キュウリベイビー。日本ぐらい入れちゃうか。怒られね。ほら、キュウリを別なことに使うつもりだったのよ、なんて言われたらね。いいじゃん。愛だよ、愛。何それ、はい。はいはい、はい、じゃあこれをタツタツと切って入れちゃいましょうか。三つ割りでね、三つ割りで丸で入れましょう。それでこういうのね、入れていくとね、どんどんしょっぱみが足りなくなるからね、ここでちょっと、ここでね、ちょっと食べるにいいぐらい振ってやるといいかもしれないね。さっきこの間ちょっといっぱいあれ入れすぎたから、食べるにいいぐらい振ってやって、ちょっとゴロゴロしてやって入れてやる。あ、そうだ、あれもあるんだった。なんだっけ、なんだっけ、あれ、忘れた。はい、ここにあります。これね、これちょっと整理したら出てきましたね。何回入れてやろう。これずっと入れてなかったからね。入れてやれ、入れてやれ、入れてやれ、ゴー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 、はい、やれよ。はい、入りました。じゃあこれこのまんま、この人たち入れます。だから野菜の貯蔵庫だと思えばいいね。だからさ、あの夏場は食わなくてもいいわけ、ぬか漬けなんて。あの畑から出てきたのそのまま食えばいいからだな。夏はすぐに酸っぱくなりますとかさ、あの人たちよく言うけど、ぬか漬けのなんていうの、あの権威者たちは言うけど、ぬか漬けって夏食わないもんだからかな。うちのお袋どうだったかな、ぬか漬けあんま食わなかったはずなんだけど、少なくともお袋の小さい時代は食ってたろうね。どこの家でもあったはずですよ。冷蔵庫と同じぐらいのイメージでぬか漬けってあったはずなんで、それがさ、急にあの、いろんな形で、
食事を変えるようになったり、冷蔵庫で新鮮な野菜が手に入るようになったりしたら、もうみんなのそっちがいいと思い込んじゃったでしょ。ところがぬか漬けっていうのは実際にはその、様々なここでマイクロバイオームが生まれ育つということがすごい大事だったんだということはね、昨今の研究では、いや、そんな研究ねえよ、俺ぐらいだよ、そういう研究してるのね。ぬか漬けはね、毎日食べるとね、酒が飲みたくなくなる。うっそー。そんなバカな。なんかね、前はスーパーのね、寿司のところをこう歩くのがね、歩くと、あ、食いてえなって思ったもんなんですよ。ところがね、今はね、ぬか漬け食ってるせいかね、なんか食いてえなって思わない。いや、それもちょっと説得力ないよ。そうか、昔はね、綺麗な姉ちゃんがいるとね、一発やりてえなと思ったけど、今もやりてえ。ぬか漬けと関係ねえと思うよね。あ、しまった、魚をちょっとあれね、ぬか漬けするんで、ちょっとね、うまい色。なんかもうこのぬか漬けの漬物の中に入り込んでるからね、その微生物軍団がね、微生物軍団、マイクロバイオンがね、入り込んでるから、これあれですよ、なんだっけ、とろろですよ、とろろ。うん、面白い味だ。皮食えんかな、食えるわ皮も。うん、これは大根ね、たくあんですから。いや、たくあんね、大根ですから。3日目かな。うん、うまい。それでね、3時間ぐらいでもう味が劣化する。うん、切ったらその回の食事で食い切る感じ。そう思った方がいいです。もっと美味しくできる、美味しくなってますからね。これアスパラガスですね。これはごぼうだね。その劣化するっていうか悪くなっていくんだよね、酸っぱくなっていくんだけど、それって結局この食べ物は生きてるって証拠でしょ。生きてるって証拠なのさ、ぬか漬けは生きている。だんだん分かってきた。でもぬか漬け、スーパーとかで売ってるやつはみんな嘘ね、あれ、そんなもん何日もかけて流通してくるわけだから、そんなもんが本物のわけない。うん、おいしい。それで今からこの人たちが始まりますね。ぬか漬けは本当に時間食うよね、食う時間が。こんな風にして動画撮らないでタツタツやってりゃいいのか。すごいワカサギね、すごいワカサギできました。もうこれ半額だからな、250円のワカサギね。小魚はね、絶対にって、全て食べれるでしょ、一物全体食の最たるもんだからね。これは本当にいいと思うんですよ。ちょっと水で洗ってね。大豆もみんな取れるでしょ。その上、リチーもあるから。どこさきさへ、どこさへ、きさへ、こさへ、えんさん、クエンさん。違うか。まあいいや。
あのね、ワカサギ250匹分の DHA が入ってますよ。じゃあワカサギ食えよ。ちょっと塩振っておきましょうね。はい。ああ大変だ。あれやるの忘れたし、めんどくせえからやめよう。魚だけやるか。これはね、二日目ですから。これは、なんだっけ、もつです。もつもぬかにつけると美味しくなるんじゃないかなと思うんだけどね。この串打ってるんでしょ。お、すごいね、このもつね。この串、鉄の厚い串だから、焦げないし、串自身が熱くなるからね、うまいと思うよ。塩を振ってやるか醤油にするか。塩だろうな。塩振ったっけ俺。今咳しました。これだね。塩サバを。で、サワラですね。サワラこれも117円だったんで、買ってきましたんで。私を一つ焼いて、残りね、ぬか床につけちゃいましょう。こういうのたくさん作っとくといいですね。ちょっと巻くだけでいいです。これね、これは冷蔵庫だね。でいつも言うけど、魚はね、2、3種類いるといいよね。身が厳しいの来ましたね。これどうしようかな。これはもう時間は終わりのやつだから、ちょっとぬかのとこに入れたいけど、入るかな。オッケーだね。はい。じゃあこれで。はい、これでね。あそこに入れて。5分、5分、5分の15分。はい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 、来ました来ました。これもみんな粉が入れちゃうか。まあ外置いといてもしょうがないね。はい。ぬかがちょっと床が足りないね。麹床あったかな。まあいいや。で、売ってるぬか漬けってのは、みんな、早い話が、何日もかけて食べれる状態で来るでしょ。それで、その上で、はい、寄ってくるでしょ。だから、それで、何にも悪いと思わないね。味がね。それ普通だなと思うでしょ。ということは、偽物だよね。怖い。そんな一言で言うな。お前の思う通りのことばっかりじゃないんだぞ。はい、わかりました。まさや悪かったです。よし、じゃあワカサギの唐揚げでも作ろうな。二人で作ろうよ。はい、ありがとうございます。わがわなでやめろって何百回言われたらわかるな。あなたは、はい、これね、100円の魚ですね。それを昨日茹でたんだけど、やっぱり100円なりの身しか入ってなくて、
美味しくないから、でこれを出汁にして、うどんスープ作ってうどん食っちゃえっていうのがね、あの今日の目標です。これ美宅はそうですね。あ、やっぱどういった、あったあった、多分うまいと思うんだけどね、わからんですよ。これ水からやるべきかどうかもわからんしね。今もう洗いましたから、ちょっとここ切っとこうか。これなんか食えそうですよね。カニうどん汁、カニうどん汁、カニうどん汁、うどん分に2杯分ぐらいね。なるほどね。それでうどんの汁は寒気か東丸かどっちかでね、東丸も美味しいんですよね。これ一袋に寒気一袋でいくか。これもう終わりです。これ一回売ってたの買ってからね、あのもうずっと見かけないんですよ。これね、この2つを使っちゃいましょう。はい、じゃあ見ましょう。ね、それでどんどん汁入れて、これ入れて、これね、ネギはネギ頭入れよう。ここら辺からとか、こっちの方はまだ、こうやってぬめぬめしてたらもうダメね。まだ大丈夫そうですね。青いところの、あの青いネギがね、またあの大阪の方のうどんですけどね、こっち、これはまあこっちも十分美味しいんで、結構高いんだよな、あれな。タイとこれでね、一緒に行けばいいでしょうね。で、これがね、これから天ぷらになります。かき揚げ天ぷら、しかしね、イルメセミにワカサギのかき揚げの天ぷら作るっていうのもなんかいいね。温度は低温だね。温度は低温でいいですよね。これが、お、5分経ちましたね。うわ、すごいね。これ一番ボロりますから、これはあんまボロらないね。最初の5分は乾かす5分なんでね、これはぬかに通してないね。これは持つ。はい、じゃあ5分、もうちょっとでいいね、もうちょっとでいいね。はい、こっち、あ、最後に、うまいもの食いたいだろう人生にな、うまいもの食いたいのは人生さ。レストランとか行ったりしてさ、食ったってうまいもんなんかねえんだから、自分で作れ。関西もね、うどんもそうだね。はい、
冷凍うどんね、これをチンします。チェーン、これをね、あんまりしようかしらね。ちょっとなんだっけ、味が深くなってるね。それで、あれを見るとここにステンレス雪ひらがあるんで、ステンレス雪ひらでここでお湯を沸かせますんでね、これをね使ってお湯を沸かしておきましょう。うどんは適当にチンいったらこの中に入れて釜揚げにしましょうね。ほらうまだ。カニ最初からこうすりゃよかったね。とは言っても十分美味しそう。それでほら、おーうまかよ。うん、ほのかにカニの味がする。これ最高だね。まずはね、よく粉をつけてやって。あれ塩つけたっけ？つけたよね。でこれがね、もういいね、沸騰してる。沸騰する頃にね、ネギ入れていって、そのまま置いておきますか。で下ろして火が消えてるのを確認ね。最近もうなんか忘れっぽくなってしょうがないよね。ああうまそうだね、ワカサギね。あ、いいね、このままでいいや。もうちょっと入れるか。これはね、もう本当にその人その人の味になるから、マニュアルだとこうだよとかああだよとかそんなこと言わないで、自分なりの味を探すのが一番大事ね。それが一番美味しいんだからさ。でね、小さめがいい。大きめにすると間違える。このぐらい小さめでいいですから。ちょっと水入った方がいいかな。まあいいや。こっちはもうこれ OK ですね。天ぷらの方が先だな。ちょっと天ぷらが優先しますか。はい、これで2回の。あと5分ですから。うわ、餅がすごいね、ほら焦げてきてる。中火ね。最後の5分は弱火でいきましょうかね。これがぬか漬けと言います。最後の5分は弱火で、はい、弱火です。はい、やっぱー、はい。熱中してもう一回うまくたらね。ほら、
若さりが軽くあれだよね、粉で巻かれて今パリッと揚がっていく途中ですから、うまそうだろ。でこれはあ、いけない、お湯沸かすの忘れてたじゃん。ここの中に入れるつもりでしたけど、あのちょっと生臭いから、ここでね、わかさびがカリッと揚がったら OK ね。もうちょい行きましょう。みんな生だからね、結構中まであれが入ってくるから。で昨日のタイのね、揚げたやつも、まあそうじゃろ、この全部食っちゃおう。あと頭あるじゃない、これ食っちゃおう。ハハハハ、これだね、頭うまいよな、絶対な。頭はね、最高に美味しいんだわ。特にこの内側あたりはね、もうものすごく美味しいからね。あの、お頭つきながら、皆さん必ずやった方がいいよね。これなんかさ、どういうことに言うことだろうね。ここでいいのか、もういいだろうね。うん、OK。 はい、それよし、残りです。ちょっとね、丸ごとで中まで火が通りづらいなっていう具材は長く時間をね置いてあげよう。丸ごと一匹だからさ、こういう小魚の天ぷらは美味しいよね。なかなか作って食べてます。この辺りに対してね。はい。おー、うまそうだな。ね、こうやって出して。もういいでしょ。ほほほ、いいな、そうだろ。これはね、ぬかどこに今度入りますから、はい、これね、うどん一人前だから、一人前はこう、回ってつけて、冷凍うどんのいいところはね、すぐにまた作れると。何のなったらもっと食おうで。もういいかなと思って、じゃあもうちょいこれ火をかけておきましょうか。釜揚げじゃないから一回温度を取って、
今日はね、これを食いたいから天ぷらにしたんだね。うどんにしたんだね。で、魚に、ね、ホースの串焼き。店長、店に出せますよ。それで食う、大丈夫ってね。これは終わったらすぐに持って、ここに置いておきます。熱いからまだ洗えないけどね、ここを置くと次に手が空いた人がここね、綺麗にしますからね。必ずしも僕というわけではありません。よいしょ、音が消えてきた。もうちょいだね。本当にね、あの丸ごとのやつはね、気をつけないと、中のが生だったりするともう美味しくないから。で、すごいね、カニだよ。このあのうどんの素はね、大変美味しいですから、食べるといいと思いますよ。で、冷凍うどんをね、このぐらいで食べて、頭をちょっと注意か、タイの頭に、かけ目を出れば、持つ。うまそうじゃの。はい、これで天ぷらももういいかな。こんなでいいですよね。はい、これ揚げたて。なんでもそうだけど、揚げたてとか一番美味しいからね。ということで、皆さんも美味しいお昼ご飯食べて元気に過ごそうじゃございませんか。じゃあね、バイバイ。バイバイ。